ビーゼンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンター・フランケン行政管区のアシャフフェンブルク郡に、属す、町村であり、シェルクリッペン行政共同体の一員である。ビーゼンの地区図及び土地利用図。ピンクが住宅地及び産業用地、白が農地及び緑地、緑が森林である。ビーゼンは、バイエルンのウンターマイン地方。 アウバッハ川の谷の修道2305号線及び2905号線沿いに一致している。この町はビーゼンの単一管区、単一地区で構成されている。ビーゼンは西、北、東の三方を市町村に属さないビーゼンの森に囲まれており、南はフランマースバッハと境を接している。ビーゼンという地名は草地を意味する。 ここをドイツ語・ウィースサの複数型に基づいており、ビーゼンバッハ川上流の森に覆われていない谷間という地理的条件を表している。歴史上の資料や文献に登場するこの集落の表記には以下のものがある。ビーゼンは1339年に初めて文献に記録されている。この集落はリーネック博の支配下にあったが、16世紀にマインズ剪定工領に移され、 帝国代表社会議議主要決議まで、これに属していた。1803年に司教領主ダルベルクによって創設されたアシャフフェンブルク公領として世俗化され、1814年にフランクフルト大公国の一部としてバイエルン王国に併合された。バイエルン王国の行政改革に伴う1818 18年の市長村令によって現在の自治体が成立した。 1862年にベツイルクスアムとロールアムマインが創設され、ビーゼンはその管轄下に置かれた。1939年、ドイツ国全土で軍の名称が使用されることとなった。ビーゼンはロールアムマイン軍の26市町村の一つとなった。1972年のバイエルン州の地域再編によってこの軍が廃止されると大部分の市町村が 現在のマインシュペッサルト軍にまとめられたが、ビーゼンは新たに創設されたアシャフフェンブルク軍に編入された。ビースビュットシッチやビースビュット湖のおかげで、ビーゼンはシュペッサルトのハイキング観光地となっており、その一方でわずかな旅館、商店、インフラ施設、手工業といった伝統的なキャラクターを止めてもいる。1888年創業の民営の小さな、 ブルワリーでチビールの生産が行われている。ビーゼンの町役場ビーゼンの町議会は12議席からなる。これは人口10001人から2000人の自治体における議員定数である。議員は6年ごとに改選される。町議会にはこの他に首長が投票権を持ち参加する。ビーゼンの町長はビリー・フレッケンシュタインである。 彼は2014年3月16日の選挙で83.20%の票を獲得して当選した。この選挙の投票率は69.7%であった。図柄、赤字に下から銀の輪の下半分、金の鹿の角、銀の貝が描かれている。紋章の歴史、この町は歴史上リーネック白化が断絶する1559年まで。 その支配下にあった。その後、マインツ選定工領に移され、狩りの上官が築かれた。紋章の鹿の角と半分のマインツの輪は、マインツ選定工領を表している。貝は、聖医ヤコブの象徴である。この聖人に捧げられた教区教会を暗示している。紋章の赤と金の配色は、この町と密接に関連している、リーネック博を想起させる。 この紋章は1985年7月22日から使用されている。この町の2013年の税収は約103万3000ユーロで、このうち約46万ユーロが営業税収入であった。2010年現在、この町には3軒の農家があり、農業用地は200ヘクタールである。以下の施設がある。B 全城。ありがとうございます。